長い間結んだままにしておいて、ぐにゃぐにゃに硬くなった縄跳びを跳びやすく直しましょう。硬くなった縄の部分を耐熱性の入れ物の中に入れます。その上から熱湯を注ぎます。この時、やけどには十分に気をつけてください。割り箸などを使って縄をお湯に浸します。全体が柔らかくなるまで3分ほど浸しましょう。柔らかくなったら、タオルなどで水気を取りながら縄を引き出します。まだお湯が熱いので手にかからないように気をつけてください。最後の輪の部分は横に伸ばすようにして拭き取ります。これで硬くぐにゃぐにゃだった縄が飛びやすい縄に変わりました。縄が温かいうちに結ぶと、結び目のところがまたぐにゃぐにゃになってしまいます。すっかり冷めてから結んで片付けましょう。